ダメかな。伏見は元気ですか。実はあの、まあ、いろんな声があって、うん、中ぐらいから笛の中に笛が入ってるんです。またよろしくお願いします。それがやりたかったです。でも結構かわいいこれね、受けないで飾ろうかな。いいですね。もともとインドの笛っていうのは、あの節がなくて一本の竹でできてまして、たくさん節がいっぱいあるんですけど、これだと節がない感じですね。向こうの竹っていうのは本当に長くて、こんな感じに、本当にだから竹の節のない部分を切って穴を開けた時のシンプルな楽器なんですが、それでまあこんだけたくさんの音で次の曲に行ってます。この曲は雨がテーマというか、そういうちょっと涼しい音階、さっきのちょっと渋い重い感じだったと思うんですけども、雨、モンスーンの、インドは日本みたいな梅雨の時期すごい降るとかじゃなくて、モンスーンって言って、僕も毎年暑い日いるんですけど、45度ぐらい毎日日照りが降るんです。雨も1ヶ月、2ヶ月、降らないっていう中で、雨が降る時があるんです、モンスーンで。もうみんな服脱いで、ほぼ喜びで、うわーって言って、そんなちょっとハッピーな展開を表現できたんですけど。